何すかねこれ。遊具の立ち入り禁止みたいですね。ちょっと入れないみたいなね。使われてない。ちょっとどうしようもないんで、とりあえず行ってみて許可をもらおうかなということで、ちょっと入ってみますね。まあ元々これ遊園地だったところがね、コースタージェットベアーコースター十分ね、始まります。ですね、今日はね、岡山市内のね、北区にある京山ロープウェイですかね、一回ね、行ったことあるんですけど、車では行けるみたいなんですよ。まあその昔、1998年なんか閉園したっていうその遊園地がね、あったんですよね。なるほど、不法投棄禁止ということで、この辺あるみたいですね。立ち入り禁止かと思いきや不法投棄禁止ということで、京山公園もう目的地に到着ですかね。でも石垣があるんですけどね。何ですかねこれ。遊具の遊具。いや不法投棄されてるのかちょっとわかんないですけど、なんかありますね。禁止みたいですね。ちょっと入れないみたいなんで。使われてない。おかけ直しください。こちらはソフトバンクです。おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになっておかけ直しください。ちょっとどうしようもないんで、とりあえず行ってみて許可をもらおうかなということで、ちょっと入ってみますね。もう苦渋の選択で電話しても繋がらなかったらなんか電話の調子が悪いってことで、なんか結構入れないような感じになってるんですけど、まあちょっと特別に許可をいただいて、危険じゃないところに入ってもいいということを許可をいただいたんで、ちょっとね撮影していこうかなと思います。
そうですね、ちょっとあんまりよくわかんないんですけど、あんまり危険度がなりそうなんで、ありがとうございます。まあ、元々これ遊園地だったところがね、こういう感じになって、ベアーコースター感じですかね。コースターはかけられてますね、シートに。イベント広場キッズプラザ、実際はね入れないみたいなんですけど、まあ、その不法投棄する人が多いっていうことで、その入ることに対して、まあ入らないでくださいという肩書きがねあるんで、電話してもつながらないということで、許可をもらってね入ることになったんですが、まあ昔に比べてかなりね草が雑草が多いですね。こちらです、特別に許可をいただいて、イノシシ除けの檻もありますね。ここにイノシシが出てくるってことですかね。すごいですね、もうこれがね丸々こういう状態で置いてあるっていうのは本当にレアかなと思います。アメリカ軍が使ってた戦闘機なんですけど、で、まあ、日本軍もね、日本軍とか自衛隊も使うようになった飛行機なんですけど、すごいですね、こうやって残ってるっていうのは当時のままで、このボタンを押せば扉が開く。ボタンとオープンでドア。プールザハンドルアウト。6フィートトゥアジェットス。要は多分外側からの緊急脱出装置ですかね。コックピットアクセスハッチ。だからこれを開ければ、コックピットからに降りること、コックピットに行くことができるっていうことですね。多分これが機銃のあれですかね。今多分固定っていうか隠してますけど、どうなってるのかちょっとよくわかんないですけど、でもその通気口とかね、埋めてるっていうか、そのねオレンジ色のあれで締めてんで、結構使えないように加工はされてますね。先ほどもねちょっと紹介したんですけど、やっぱり機関砲が下にあって、コックピットがあって、いろいろと
複雑だと思うんですけど、これがねコックピットでいろいろ丁寧に説明されてるんですけど、実際ねこれを見ることは普通はできないということなんですよね。もう立ち入り禁止になっちゃって、後ろ側で大きいね、あれで多分ね中身のエンジンとかも抜かれてることは確かなんですね。使えないように。おお、これついてるんですね。これそんなにあんま僕も詳しくないですけど、まあ分かりやすく言えば、まあ実際これが本当にそれで使うものなのか分かんないですけど、空母とかその海にある、海の上にあるそのね船に着陸するときにこれを使うんですよね。着陸した途端に船の上にロープがあるんで、そのロープに引っ掛けて止まるっていうあれなんですけど、ついてんですねこれも。これはモーニングね、もう二度と使われなくなった遊具がありますけど、また再びね使われることがあるのかどうかわかんないですけど、あ、固定されてないですね。 あそこにあったのが外れたってことですよね。感じでなんかさっきの、ペアコースターですかね、ジェットコースターのその台車が置いてあります、ね、はい。というわけでね、今回スピチューブこんな感じになりました。本当にあれをあの立ち入り禁止私有地だから入るなっていうのを見たらね、もう帰ろうかなと思ったんですけど、やっぱせっかくねここまで来たのと皆さんがねこうやってちゃんと見てくれてるで、あのわざわざ行きました。入っちゃいけないんですけども、入るしかないとなって入って、事務所に行って許可をもらって、危ないとこは入ってじゃダメですけど見てもいいということで、撮らせてもらいました。というわけでね、行く場合多分ねここに来る場合その管理事務所みたいなのに一言言った方がいいかもしれないです。おそらくその不法投棄とかその結構むちゃくちゃする人がいると思うんで、そんな難しい感じでは言ってこなかったんで、まあちょっとなんか不思議な感じで見てましたね。おそらくその多分ここまで声かけて言う人が多分いなかったと思うんですよね。見ていいですかと。だからまあ多分大丈夫と思うんですけど、ぜひね行く場合はあのセンターの方に直接ね行って声かけてみてください。はい。まあ、間違いなく無断で入った場合なんかその警察に呼ばれるっていうの書いてあったんで、はい。というわけで皆さんよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。